そして最後は家中留学シェアハウス。東京千代田区のとあるビル、なかなかシャレオツな感じ。お中はおお、いろんな人、国際的だね。とても楽しいですね。あのちょっとしたことを簡単に聞ける環境があるので、わざわざ英会話教室に行かなくてもいいし、本を読まなくてもいいし、辞書を開かなくても英語が勉強できるっていうのはすごくいいところだと思います。こちらはアメリカからの留学生。Really interesting to have all the different languages together, and it feels good to be able to understand a lot of different languages. こちらラングボート神田のコンセプトは駅前留学ならぬ家中留学。現在日本人8人とアメリカなどから来た外国人10人が同居していて、日常生活の中で自然に英会話が身につくというのが売りだ。家賃は月6万3000円から。せっかくなので日本人の方、イングリッシュプリーズ。I have been live here 10 months ago, so I speak English every day. This lounge. I just started living in this share house for the, I think for 6 months, and also so now I'm working at the like, IT consulting firm. 何をできるんじゃないの？一体どんな風に英語を身につけたのかな？休日の風景を覗いてみると。この環境ならアゲルもできそう。そしてこんなシーンも。The bells on temples, and when there's like a much bigger traditional place, there's like paper that's folded like this. What is that? What are those? Maybe. Can you tell me the devil? Ah, 確かに。Why? Right, but why does the paper need to help that? ああ、これはなかなか答えの難しいよね。でも、こうした積み重ねで英語って身につくものなのかもね。一人暮らしでは味わえないプラスアルファが楽しめるシェアハウス。シェアハウスに住んだらミツくん、英語上達と素敵な出会いがあるかもよ。確かにね、最近ドラマとかもあったりするので。